エスプレスエコチャレンジ。エスプレスは地球に優しいサッカークラブであるためにカーボンコンセプトクラブと宣言しました。開催地に排出される二酸化炭素の排出権5年分をブラジルより購入しました。次の世代に快適にサッカーを楽しめる環境を残すために今日からエスパルスと一緒にエコ活動を始めましょう。ここでエスパルスとともに地域の環境活動に取り組んでいただくエスパルスエコパートナーのご紹介です。私たちはエスパルスエコチャレンジを通し、今から17年前の1992年7月4日、記念すべきエスパルスの初試合、大阪長居でガンバ大阪戦が開催されました。以後エスパルスは7月4日をエスパルスの誕生日としています。それでは今からエスパルス誕生から今日までの17年間をスライドショーで振り返ってまいりましょう。
あ今日はアルチャン賞もお誕生日スペシャルです。皆さんと一緒にお祝いしましょう。まずはこの曲でお祝いです。スピーディーワンダーハッピークロスデありがとう。